今からアポなしで高松市にあります横倉うどんさんに突撃しようと思います。行ってきます。ご乗車ありがとうございます。うどんタクシーのじゅんちゃんです。この間、ことバスツアーの中山道69次街道を歩くというツアーで埼玉県に行ってました。埼玉といえば香川県に次ぐうどんの消費量ナンバー2の県です。で、そこで、埼玉、うどんがすごい消費されてるんですけれども、埼玉のうどんはこういうのっていうのがあまり決まりはなくて、エリアごとにいろんなご当地のうどんがあります。私も数年前に全国うどんサミット in 熊谷といううどんの大きなイベントでうどんタクシーで埼玉県に行ったんですけども、その時に埼玉県内で美味しいおうどんいろいろいただいてきました。で、今回久しぶりにツアーの添乗として埼玉県に行って、うどんは、少し食べれたんですけども、面白い珍しいものを買ってきたので、川幅うどん、鴻巣の川幅うどん、これを横倉うどんの大将と一緒に食べようと思って、今横倉うどんに来ました。アポなしなんで、アポなしというか2時半にちょっと伺いますねとしか言ってないので、これを一緒に湯がいて食べてくれるかどうか、ちょっともしかしたらこの動画ボツになるかもしれないんですけど、ちょっと今から行ってみようと思います。横倉うどんさん、香川県に現存する最古のうどん屋さんと言われています。渋いいい看板ですね。では入っていきます。タクシーで来たのに私服じゃないですか？私服じゃないですよ。ほんまや。はい。ほんまかっこいいそれ。それいい。売ってる？売ってないです。あ、けど売ろうかなと思ってます。いや、それ売れるよ絶対。うどん、うん、絶対売れる。タクシー誰デザイン？ことバスのデザイン、このバスのデザインをしてくれた方が、広島のデザイナーさんが、すごい、そう、すごいセンスのいい方で、その方が、うどんタクシーに一回乗りに来てもらって、イメージして作ってくれた T シャツなんですよ。じゃあ、今年の夏、販売。うん、したら売れる。瀬戸芸で。あ、瀬戸芸。間に合うように。夏季に。そうね。間に合うように。じゃあ。なぜ、あなたはここよりも。すいません、突然、ちょっと、お願いがありまして、すいません、ちょっと勝手に、すでにもう撮影を。そうや、これ。させていただいてます。めっちゃ怒り、怒鳴りたいのに。すいません。なんてことって言いたいのに。もしかしたら、ボツになるかもしれないんで、無理やったら無理で断ってもらっていいんですけど、うどんを一緒に食べたくて。ああ、全然いいよ。あ、けど、ちょっと見てもらっていいですか？いいよ。これ。うわ、何それ。知ってます？初めて見、昨日埼玉行ってたのがヒントか。あ、はい、埼玉で。すごい、これ。鴻巣っていうのが、知らないですか？僕知りません。僕も行ってないよ。いや。埼玉って知ってます？埼玉は知ってるけど。あ、埼玉じゃ、埼玉は知ってると思うんですけど、埼玉県って、うどんの醤油。あ、そう、あ、ごめん、いや、昨日ごめん、加入して昨日見たんですよ。そう、第2位なんですよ、消費量が。あ、そうなんですね。そう、で、埼玉には、埼玉県をうどん県にしようっていう会があるんですよ。で、この永谷会長っていう方が、すごいそういう活動を頑張られてて。で、埼玉って、いろんなところに、広いじゃないですか。で、いろんなところにご当地のうどんっていうのがあって、で、この鴻巣市は、川幅うどんっていうのがあるんですよ。で、ちょっとこれ変わってるじゃないですか。一人で食べるのあれやなと思って。僕でいいの？元適任がおるんじゃないの？いや、ちょっといいですか？頼みにくいの？いや全然うちはいい。まだ釜の火来とるし。あ、ほんまですか？横倉さんの釜で湯がいてくれるの？ああ、ほんまですか？やったー。やったー。やったー。第2の撮影 OK。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いやいや、何それ、じゃあ彼らも下克上をしようとしてるわけね。はい、そうなんです。けど会長、私会いに行ったことあるんですけど、はい、めっちゃいい人で。でしょうね。こういうの考える人は絶対いい人よ。そうなんです。すごいいい方で一緒にそうそううどん盛り上げていきましょうみたいな感じで。いやこれけど洒落てますね、このサッシも可愛い。そうなんですよ。県民の方はどうなん？埼玉県民もこの会長のこの盛り上がりについていってるの？ついていってると思います。はい、かなり認知度あると思う。テレビにも出てるので。そうなんですね。はい。で、はい。いや特徴はどうなんですか？僕全然知らん。こんなんそれこそ。ね、詳しい人もじゃあお前何うどんやるくせに知らんのかって言われたけど埼玉のおうどんの特徴っていうのなんかあるんですか？埼玉は香川と一緒でお米よりも小麦の栽培がすごい盛んで、結構地粉使ってるところが多くて。そうなんですよ。埼玉県産小麦 100%。 そうなんですよ。なるほど。これはまずいね。すごいプライドあるね、多分ね、なるほど。楽しみですね。あ、嬉しい。で、一緒にじゃあ。これ、どう食べるのこれ。わかんないです。調理方法まで買ってあるけど、ざるに、2枚で1人前。ちょっと、つけ麺なのか、かけなのか、かけるよね。食べ方は、いろいろあって、煮込むうどん屋さんもあれば、ざるみたいなのもあるし、なんか、なんでも、いいみたいで。何が合いそうですかね。いや、どうしよう。これ、お好みの幅に裂けますって書いてらっしゃいますけど、茹でる前に裂くんでしょうか？あ、それもどっちでもいいみたいなんですけど、けどそのまま食べてみたくないですか？そうね。せっかくやからね。ね。ということで、ちょっと、で、このパワハワうどんの定義が、あるのね。8センチっていうのがあるみたいなんで、ちょっと、物差しを持ってきたんで。僕が？はい。可愛らしい。もう文句なしですよ。10センチは超えてますよ。はい、文句なし。10.4。10.4 ぐらい。10.4。知ってるかな？すごい。すごいよ。じゃあ、ちゃんとした川幅うどんですね。へえ、これはけど面白いね。面白いですよね。面白い。あ、聞いてみましょう。麺マニアの重藤さん、こういうのご存知？うわ、出た！出た！麺マニアの重藤さん。うちのスタッフ、麺マニアの。これを、今からうちの釜まだ火ついとるけど、ちょっとみんな食べようっつって。僕食べたことある？僕ないよ。初めて見た。そうなんですか？はい。知ってる？知ってます。はい。もう、現地で召し上がった？いや、食べたことはない。あ、初めてですか？あ、じゃあ一緒に何枚も入ってるんで。けどね、これ、お一人、一玉で言うと、2枚で一玉なんだって。あ、そうなんですね。だから、まあ、一応2人分ってことみたいですけど、まあまあまあ、せっかくなんで、みんな。はい。すごい。みんな1人1枚担当で入れたら。何枚入ってるんですか？4枚ですね。4枚。2枚で1玉の目安ってことは、2人前。はい、2人前だと。そうなんですね。すごい。保険用に、あれします？1枚ずつ、半分ぐらいにしときましょうかね。失敗した時用に、いっぺんに全部やるより。いや、3人おるんで3枚茹でます。なんで1枚残すの？どうする？どうしようか。もうじゃあ開けちゃう。はい。緊張するな。これ入れたらもう見ようなんけね、この状態。すごい。ちなみに割って入れるのじゃないですか？いや、ペラッと1枚で食べたい。いやー、これ食べたいですね。私もこれ1枚割っての。じゃあ1枚、僕1枚1枚で入れますよ。私も1枚で。怖いんが、掘り込んだらバラバラになったりして。ああ、これあかん。割る。いかんな。割ってる。割るタイプ。割るタイプ。あ、これだ。取ってる。かわいいね。あ、ちょっと待って。オートレイスね。だけど、うどんってわからんやろうね、多分。ねえ、面白いですよね。大将、この幅のうどんを茹でるのは初めてですよ。初めてですか？もう初めて見ましたよ。うちのスタッフの方が詳しかった。知ってました。鴻巣市で食べたんですよね。しげさんは。いただきました。はい。じゃあ行きます。はい、お願いします。ペローンと。行きます。これ混ぜんの？ことやって。ことやって。そこにつきましたね。いや、あんまり、まあ、この何浮力で。ね、あんまりこうドボンと落ちることないから。なんか。見えません。何も。だってあれ。1枚で半玉ってことですよね。はい、はい、なんで今そうだね、 1.5 玉しか入ってないですかね、この。もう混ざってんのかどうかもわかんない。これ網入れとくべきやったな。時間計ってるんですか？はい、計ってます。これだけど怖いんが下ひっついたら終わりやもんな。あー、へえ。見えないですね。見えない。おお、おったおったおった。割れるよ、しげた。あ、割れてますね。うん。茹でながら割れていってる。いや、これけど、そっちのやつがね、残ってるかもしれない。ああ、さっきごめん、さっきのがね。横倉さんのうどんが。うん。ちょっと厨房に入らせてもらってるんで、横倉うどんの手ぬぐいを巻いて入らせてもらってます。ちょっと茹でながら、ちょっとせっかくなんで横倉うどんの大将にちょっと質問をしてみようかなと思います。結婚してますよ。ああ、いや、知ってます。今回私鴻巣のこの川幅うどんを持ってきたんですけど、全国いろんなうどんがあるじゃないですか。大将、食べてみたいうどんとかありますか？僕は伊勢うどん食べたことないんですけど。へえ、はい。食べたことあります？あります。おいしいかどうかで聞くのやぼやな。どうなん？聞いた。いやいや、感想というか、あれはオーダーしてから茹でてくれるわけじゃないってことやろ。いや、あ、違うんですか？いや、違う。あれめちゃくちゃ煮込むやろ、あれ。そうそうそう、時間がかかるみたいな。あらかじめもう鍋に入ってるんですよね。ああ。振れ幅がね。そうそうそう。そうなんよ。だからどういう方法で作ってるのかも知りたいし、実際食べてみたいよね。ああ。そう、甘いんですよね。へえ。なるほど。じゃあ伊勢うどん。ちょっとまあ言い方悪いけど怖いもの見たさっていうかね。いや、ちょっと想像だにしないからね。美味しいですよ。はい。ハマる人は多分。あ、ほんま。はい。定期的に食べたくなるようなうどんだと思います。そういうのがいいですよね。あとうどん、僕ご当地のやつそもそも知らんのでね。稲庭うどんとかはまあちょっとその本場では食べたことだけど、たまにあるじゃないですか。出先に行ったら稲庭うどんって書いてあるとこで食べたりする分には普通に美味しい。なるほど。いや、あそこなったってことは揚げてみましょうか。揚げてみましょう。わあ、楽しみ。見えん。お、無事救出に成功ですよ。本当ですか？はい、ほらほら、泳いでるよ。泳いでる。おー、あ、すごい。泳いでるよ。すごいすごい。完成のその状態がよくわからん。触りたい。触りたい。あと1枚。あと1枚。初、できとんか、これ。リストでできた。できそうですか？はい。これおろす。あ、ごめんね。これはじゃあ冷水で締めてみましょうか。冷水で、はい。どうでしょう。これどうやって食べるんですか？どうやって食べる？しげさんつける？よくわかんないです。ぶっかける？ぶっかけずつ食べようかな。ああ、僕じゃあ醤油で。じゃあ醤油で。もう。私そういえば何も持ってこない。いいんですか？すいません。いいよ、全然。さすがお店ですね。何でも。何でもあるんですね。かけだし、醤油だったら乗らんかもしれんな、あんまりね。かけだし。かけだしも滑る醤油。滑る。インスタでした。何が？あ、本当。純粋に。そういう。あ、けど。これ綺麗。綺麗綺麗。ちょっと。私もぶっかけに、ぶっかけですかそれ。これはシエタぶっかけだったね。これが？これはお醤油だけです。醤油。あ、じゃあ私かけにします。かけにする？みんな色々。みんな違うやつで。なんかすいません、なんか無理なお願いで、さらに横倉うどんのだしまで、さらに私はネギをもらおうとしている。天かすもじゃあちょっと。お、美味しそう。完成。鴻巣の川幅うどん。あ、すいません。はい、じゃあいただきます。ちょっと、はい、いただきましょう。まず見た目これ。すごいね。これすごいね。これすごいね。こんな、あー、滑る。うん、これ。おー。あ、これちょっと。割れるわ。あ、汚くなった。モテますね。モテないね。ちょっと切ります。こうやったら。こう、いけました。布団を干すような感じよね。そうです、こうです。割り箸が。兄さん割り箸じゃないからな。そう、僕、ちょっと滑り、塗り湯で、先の足。でも、こうします。いただきます。いただきます。どうやって食べるんだろう。うん、すすってる。すすれます、この幅。おいしい。おいしいけど。これは。おそうめんに近い感じ。すみません、僕が最下位です。もうちょっとあれ、入れてもよかったな。ちょっと。硬い。芯がある？あと2分ぐらい。美味しいけど。美味しい。ここまでこれ、結構ビビって早く揚げてしまったかも。これ、すすれないですね。食べ方、すすれんけん、なんかそう。こんなうどんの食べ方。一応茹でたん、12分で茹でさせてもらったんですけど、あと1分か2分茹でても、今日あと1、2分では無理だったかな。すごい。もぐもぐ食べる感じですね。噛み切って。そうめんの束を丸ごと食べる感じや。食べてる感がすごいね。いや、すごい。ありがとうございます。こうなるんやね。いや、面白いですね。ちょっと勉強になりました。面白い。え、向こうでは食べなかったの？結局お店で。お店では食べてないです。はい。食べてみたいですね。こういう感じまで茹でるんやろ。正解がね、これは気になる。また教えてもらいましょう。はい。横倉うどんさんで突撃して一緒に川幅うどん美味しくいただきました。突撃大成功ということで会社に戻ります。うどんタクシーチャンネルをいつもご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。